慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話。慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話。慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房,官,官房長官談話は、1993年、平成5年8月4日、河野洋平内閣官房長官が発表した談話。河野談話として知られる。 この談話の中で軍の関与を認め、お詫びと反省を表明したが、日本政府が旧日本軍による慰安婦の強制連行を認めたという誤解が広まった。閣議決定された談話ではないが、強制連行を示す証拠のないまま、韓国に対する外交的配慮により発表したことから日本で大きな問題となった。この談話は同日に、 内閣官房内閣外政審議室から発表された文書、いわゆる従軍慰安婦問題についてを受けて発表された。原案は当時の内閣外政審議室長である谷野作太郎が言葉遣いも含めて中心になって作成した。談話では慰安所の設置は日本軍が要請し直接間接に関与したこと、慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者、 日本人、朝鮮人が主としてこれに当たったが、その場合も還元、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに官権等が直接これに加担したこともあったこと、慰安所の生活は強制的な状況の下で痛ましいものでったとしている。日本政府による調査結果と談話が発表される前年の1992年、 平成4年7月6日には宮沢内閣の加藤光一内閣官房長官が朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官票を発表している。当時の慰安婦問題は韓国挺身隊問題対策協議会などが主張する慰安婦が強制連行されたという主張について韓国政府が日本政府に真相の究明を求め 日本政府は強制の裏付ける資料が発見できずに、大応に苦慮する状態だった。河野は事態を打開するため、7月26日から30日にかけて、韓国の太平洋戦争遺族会から紹介された16人の慰安婦に聞き入り調査を実施し、慰安婦の強制性を認め謝罪する慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話の発表に至った。 2014年、平成26年6月20日に、日本政府によって公開された、検証結果報告書、慰安婦問題をめぐる、日韓間のやりとりの経緯、公の談話作成から、アジア女性基金まで、公の談話作成過程等に関わる検討チームでは、事前に、韓国側との文言調整があったこと、慰安婦証言の裏付け調査を行っていなかったことが、明らかになっている。また、 韓国との文言調整があったことは、日韓両国にて非公開とされたことも明らかになっている。河野内閣官房長官談話は以下の通り、河川は特にその解釈が問題になっている部分である。1992年、平成4年7月、内閣官房長官の加藤光一は、慰安書に日本政府が関与していたことを認め、継続して調査を約束した。 その3週間後に、金ヨンサム大統領は、募集を含めて強制があったと発表した。1993年3月、金ヨンサム大統領は、従軍慰安婦問題に対し、日本に物質的な保障は求めない方針だと言明した。これについて、読売新聞は、韓国政府は、金銭的支援は、独自にやるので、日本は強制連行を認めればよいという姿勢が、 鮮明になってきた政府は強制連行を認めないままでは事態の打開は困難判断したと書いているが河野洋平は密約を否定している当時内閣官房副長官を務めていた石原信は文章で強制を立証するものは出てこなかったが明らかに彼女たちは自分の算について真実を話したとして本人の意に反した強制があったと確信が得られたいかなる意味でも 日本政府の指揮命令系統のもとに強制したことを認めたわけではないと述べている。日本政府が行った河野談話作成過程の検証でも、韓国側の文言調整の要求に対して内閣外政審議室と外務省が協議しながら、それまでに行った調査を踏まえた事実関係を歪めることのない範囲、韓国政府の意向、要望について受け入れられるものは、受け入れ、受け入れられないものは、 拒否しており、韓国側に要求された、軍の指示などの言葉は使っていない。これに対して、産経新聞は、世界に、日本政府が公式に強制連行を認めたと、誤解され、既成事実化してしまった、事実判断ではなく、政治判断だったと批判している。日本政府が実施した調査では、日本軍が、慰安婦の強制連行を行っていたとする。 公文書類資料は発見されなかった。河野は組織として強制連行を行っていても無理にでも連れて来いという命令書や無理に連れて来ましたという報告書は作成されることはないだろうという見方を示し、強制を認めた根拠として募集、移送、管理等の過程全体を見てであ自由行動の制限があったことを挙げている。談話発表後の記者クラブでの説明で河野は 関係党が直接これに加担したこともあったこととは、白馬事件のことを指しており、白馬事件以外には、関係党が直接これに加担した事実はなかった、と説明している。また、同時に行われた、韓国人元慰ンフへの聞き取り調査では、イ安ンフの証言を記録するのみで、事実関係の検証は行われなかった。聞き取り資料は、現在も、非公開である。韓国では、 安平寺カソウル大学教授や韓国提身隊、問題対策協議会が前日の元慰安婦と指摘されている女性たちに聞き取り調査を実施し、証言者が意図的に事実を歪曲していると感じられるケースは、調査を中断するという原則に基づき、元慰安婦証言の半数を却下している。さらに、一部の慰安婦を除いて、元慰安婦が強制連行されたとは主張していない。また、 元慰安婦の証言には慰安所ではなく民間の売春施設のあった富山県や富山に連行されたとしているものもある。このように民間団体の調査では証言の信憑性を疑う指摘が多くなされた。2013年平成25年10月16日付の産経新聞にて河野陽平官房長官談話の根拠となった韓国での元慰安婦16人の聞き取り 調査報告書を入手したところ、証言の事実関係は曖昧で別の機会での発言との食い違いも目立つほか、使命や青年すら不正確な例もあり、歴史資料としては通用しない内容だった。軍や関係による強制連行を示す政府資料は一切見つかっておらず、決め手の元慰安婦への聞き取り調査もずさんだったと判明したことで、河野談話の正当性は、 根底から崩れたと言える。元慰安婦報告書そのものが、図算調査が浮き彫りとなり、慰安所のない場所で、働いたなど証言が曖昧であることにより、河野談話の根拠は、崩れると報道された。2013年12月2日付の有刊富士において、河野洋平自身が、慰安婦募集の強制性、強制連行を裏付ける、紙の証拠がないと証言したことが報道された。 産経新聞は2014年、平成26年1月1日付の、河野談話の欺瞞性さらに事実上の日韓、合作証言という記事で根拠となった韓国での元慰安婦16人への聞き取り調査も極めてずさんだっただけでなく、談話の文案にまで韓国側が直接関与した事実上の日韓合作だったことが明らかになり、談話の欺瞞性はもう隠しようがなくなった。 と報じた。同年1月8日付の記事では、韓国側は、この談話や調査結果報告作成に大きく介入しておきながら、その後は談話の趣旨を拡大解釈して利用し、世界で日本叩きの材料としている。と報じた。同年2月20日、談話発表当時に内閣官房副長官を務めていた石原信夫が衆院予算委員会で、 アメリカの図書館にまで行って調べたが、女性たちを強制的に集めるといったようなことを裏付ける、客観なデータは見つからなかったと証言。これを受け、報道機関の世論調査では、河野談話の検証への賛成が6割を超えている。報道もなされた。同月25日には、日本維新の会が、河野談話の内容を検証する機関の設置を各党に提案し、 同年4月18日に、河野談話の見直し要求を要求する、約16万署名を、菅義偉官房長官に手渡した。同年5月25日、村山富一、元首相は、都内で講演し、元慰安婦の証言を全部信じるか信じないは別に、して、慰安婦募集の強制もあったのではないかと想定できる。事実はないとか記録はないというが、 そんなことを記録に残すわけがない。わざわざ自民党政権がやってきたことを自民党政権が掘り起こした挙句、そんな事実はなかったと言って問題にしている。やる必要がないじゃないかというのが私の言い分だと述べ、河野談話の検証を行うべきではないと主張した。同年六月二十日に日本政府は河野談話作成過程について、田崎慶一、秋月博子、有馬真希子、 河野マ子、コ、畑江久彦の5人からなる検討チームの報告書、慰安婦問題をめぐる、日韓間のやり取りの経緯河野談話作成から、アジア女性基金までを公表した。読売新聞が2013年、平成25年7月22日から23日に、行った、世論調査では、河野談話を見直すべきとする意見が42%、 見直す必要はないとする意見は35%であった。産経新聞と FNN が2014年、平成26年2月22日から23日に言った世論調査では、河の談話を見直すべきだとの回答が58.6%、見直すべきだと思わないとの回答は23.8%であった。この世論調査では、談話検証について、安倍内閣の支持層では、 検証すべきだは、支持層で70.3%、不支持層でも65.5%だった。2014年6月28日から29日にかけて、産経新聞と FNN が行った、世論調査では、河野談話を見直すべきとの意見は、自民党支持層では55.6%、日本維新の会支持層では7割前後と、保守層では5割を超えた。 左派政党の社民党支持層でも過半数の55.6%が見直すべきと答えている。ほか公明党支持層が47.9%、民主党支持層が41.9%、共産党支持層では35.3%が見直すべきと回答した。テレビ朝日の報道ステーションが2014年、 平成26年3月29日から30日に行った世論調査では、河野談話を安倍内閣が検証し直す動きについて、評価するが48%、評価しないが28%であった。河野談話では、軍の関与を認め、お詫びと反省を表明したが、これにより、日本政府が旧日本軍による慰安婦の強制連行を認めたという理解が広まった。 談話が発表された当時は保守派からも、河野談話を評価する向きがあった。保守系論客の上坂冬子は、首相、当時の細川森広による日本が誤った、侵略戦争を行ったという発言に対し、なんと粗雑にして迂闊な発言であろうかと批判し、それとの比較で、宮沢前内閣での河野談話を、近年、稀に見る名分と言ってよい。相手方のささくれだった気を沈め。 同時にこちらとして外せないポイントだけはさりげなく、抑えて、見事な和解にこぎつけていると評価している。こうの談話を受けて、1994年、平成6年8月31日に、内閣総理大臣の村山富一が、平和友好交流計画に関する、村山内閣総理大臣の談話の中で、いわゆる従軍慰安婦問題に関して、心かの深い反省と、 お詫びの気持ちを表し、平和友好交流計画の実施を表明している。この計画の一つとして、1995年、平成7年7月には、女性のためのアジア平和国民基金が発足し、元、慰安婦に対する償い事業を行っている。その後、歴代首相は、韓国に対し謝罪を行っている。2007年、 アメリカ合衆国会において、慰安婦問題に関する対日非難決議案を提出した民主党議員のマイク・ホンダは、強制連行の根拠の一つとして、関検党が直接これに加担したことも、あ、ことと述べており、この談話で日本政府が認めたこととしている。実際は前に記すように、韓国人慰安婦のことではなく、白馬事件のこと。なお、上述したように、 談話発表の際に、保証は不要としていた、韓国側は直接的な請求については言っていないものの、元慰安婦が起こす賠償訴訟については間接的な支援を行っている。また、現在では国会議員が日本政府に対して慰安婦に対する謝罪、賠償を要求するといった事例も見られるようになっている。第1次。 安倍内閣発足直後の2006年10月5日、安倍晋三首相は、河野談話を私の内閣で変更するものではないとし、党襲し引き継いでいくことを明言したが、下村博文内閣官房副長官が、河野談話はもう少し事実関係をよく研究しあって、その結果どうなのか、時間をかけて客観的、科学的知識を収集して考えるべきではないかと、 事実関係についてのらなる解明が必要という考えを述べた。安倍は2007年3月5日の参議院予算委員会で小川敏夫から河野談話についてどう考えるかとの質問に基本的に継承していくとしつつ、協議の意味においての強制性について言えば、これはそれを裏付ける証言はなかった。関係が家に押し入っていって人を、 人さらいのごとく連れて行くという、そういう強制性はなかったとし、政府が発見した資料の中には、軍や関係による、いわゆる強制連行を直接示すような記述は、見当たらなかったとする、政府党弁書を、閣議決定した。これに対し、元自由民主党副総裁の山崎拓は、従軍慰安婦はあったのは事実であり、協議か抗議かなんて弁解がましい態度は取るべきでは、 ないと、安倍を批判した。河野元長官は、アジア女性基金のインタビューを通じて、慰安婦の募集に、軍政府が直接関与した資料が確認されていない、ことを踏まえた上で、だから従軍慰安婦がなかったという議論をするのは、私的に誠実ではない。政府の加担を認める上で慰安婦の聞き取り結果を、理由に挙げ、明らかに、厳しい目にあった人でなければできないような、状況説明が、 次から次へ出てくると振り返り、関係が慰安婦の募集に加担したこともあったと認定した点に問題はないと述べた。朝日新聞の社説では証拠がなかった発言が海外で日本の責任逃れと受け止められ、特にワシントンポストがラッチで国際的支援を求めるならば日本の犯した罪を率直に認めるべきだと必した、とされている。ニューヨークタイムズは社説で 安倍首相は、かの恥ずべき行為が民間の営利活動だったと主張する自民党内有派にアピールすることほど、日本の国際的な名声を修復することを重要とは考えていいようだ。真実を歪める、そのような努力は日本の名誉を失うだけと批判した。一方、産経新聞は、社説、主張にて日本の名誉を傷つけ、日米関係にまで影を落としている。 明確な裏付けもなく、慰安所の設置に軍の関与があったと認めたために、慰安婦が日本軍の性の奴隷であったとの誤った認識を広げたと、河の談話を非難し、安倍が参議院で行った答弁については、事実に誠実に向き合った結果と評価した。また、安倍発言に関するアメリカ側の報道については、中国寄りのニューヨークタイムズなどが、 首相の発言を歪曲して報じていると批判した。4月17日には、月末の訪米を控え、米、ニューズウィークと、ウォールストリートジャーナルの取材に答えて、慰安婦問題について、人間として、心から同情する。首相として大変申し訳なく思っていると、改めて陳謝した上で、彼女たちが、慰安婦として存在しなければならなかった状況につき、我々は、 責任があると述べ、日本側に責任があるとの認識を示した。2007年4月末の CNN による異例の、訪米前インタビューで、安倍は慰安婦について、人間として、日本の首相として、過去に本当に苦労を経験をされた、慰安婦の方々に心から同情する。20世紀は、数々の人権侵害が行われた時代で、日本も、無関係ではなかった。 慰安婦の方々に謝罪したい気持ちを抱いている。21世紀は人権が侵害されないよう努力する必要があると信じている。そのために私も日本も適切な役割を果たす必要があると述べた。同席した安倍昭恵は女性として慰安婦の方々に同情する。胸が痛みますと述べ、安倍が強制連行の証拠はなかったと発言して批判されていることについては、 彼の発言を聞いていないのでわからない。しかし、私の理解では彼は、そのような状況に置かれた方々に申し訳ないと、こと続けていると述べた。安倍晋三は、河野談話の見直しを主張していたが、第46回衆議院議員総選挙自民党の公約には、河野談話に関する記載はない。総理就任後には、官房長官が判断すべきこととし、 内閣官房長官の菅義偉は、この談話の見直しを否定している。2013年5月7日、第2次、安倍内閣は、日本共産党の上智子が提出した、東京裁判関係文書、国立公文書館の中に、強制連行の証拠書類が残されていることが、判明しており、戦争犯罪の事実を重く受け止めるべきだという、質問主意書に対し、慰安婦問題で、 新しい資料が発見される可能性はあるとする、答弁書閣議決定した。2014年3月14日、安倍首相は、河野談話を見直さないと明言した。韓国政府は、この対応を評価した。河野洋平の参考認証地要求は、野田内閣の頃から存在した。国民の生活が第一所属の富山祭、さ現、希望の党が、私は、この河野談話が歴史を歪め、 そしてさらに言えば、今日の日韓の関係を間違った方向に導いたのではないかというふうに感じております。どうして証拠もないのに、この河野談話というものを野田内閣は踏襲されるのか、ないけど、まあ、韓国側の従軍慰安婦と言われる方々の証言だけをもとに、日本政府はこの河野談話を発表した。私はこれは大変問題だというふうに思っています。 この談話の中には、還元、強圧によるなど本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに関権等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったっていうふうに枯れているんです。要はこれは強制連行を示しているというふうに思いますが、この文言だけでもう私は否定するべきだと思いますと述べて、河野傭兵の参考人承知を要求した。これに対して、 予算委員長は、五国理事会で協議をいたします。と回答、理事会で、同じ党の森裕子、現、自由党が、改めて参考人招致を主張した。安倍晋三は、第一次政権時の2007年3月、談話の前提となる事実関係について、再調査を実施する意向を示し、歴史学者などによる有識者機関へ再調査を委ねる、案などが浮上していた。 第二次政権発足後の2014年2月、菅義偉官房長官は、談話の根拠となった元慰安婦による証言内容を検証する意向を示し、同年4月、政府は有識者による検証チームを設置して、同年6月22日までに、証結果を取りまとめるとした。日本政府は2014年6月20日、慰安婦問題をめぐる日韓間のやり取りの経緯 河野談話作成からアジア女性基金までを公表。談話作成に際して日韓両国間で文言調整した経緯を明記した。報告書では談話の土台となった元ヤンフ証言に関する裏付け調査を実施していなかったことを指摘した。2014年になって産経新聞報道により談話内容は原案段階より韓国側に提示され、 韓国側の指摘に沿って強制性の認定を始めないよう、軸、表現などの細部に至るまで韓国の意向を反映させたものあることが一般に公にされた。談話発表当時の政府は、韓国側へは発表直前に趣旨を通知したとのみ説明しており、発表当時、河野洋平官房長官、当時は調査した結果を淡々とまとめた談話の発表は事前に 韓国外務省に通告したかもしれない。その際、趣旨も伝えたかもしれない。しかし、この問題は、韓国とすり合わせるような性格のものではありませんと、語っていたが、これは事実と異なる虚偽であった。また、こうした日韓の文言のすり合わせについては、両政府によって一般には、非公開とされていた。こうして、日韓のすり合わせが終わり、 河野の談話がほぼ固まった1993年8月2日、日本政府は韓国の閣僚にも安分を伝えた。韓国閣僚はこれに一定の評価を下しつつも、韓国民に一部の女性は自発的に慰安婦になったという印象を与えるわけにはいかないと強調したという。産経新聞は当時の日本政府交換は韓国の意向。 要求を大幅に取り入れてまとめたのだから問題は、検落着だと安心していたのかもしれないが、その後の展開は彼らの甘い予想を裏切り、韓国は談話に大きく介入しておきながら、談話の趣旨を拡大解釈し世界中で日本叩きの材料としていると報じる。韓国側との安分のすり合わせの際には、慰安所の設置及び慰安婦募集への日本軍の関与、 慰安婦募集に際しての強制性が論点となった。前者について、韓国側は軍による指示、または指図があったとの表現を要求したが、日本側は慰安婦の募集は軍の意向を受けた業者が行ったものとして、軍を募集の主体とすることは受け入れられないとし、業者に対する軍の指示は確認できないとして、軍の要望を受けた業者との表現を提案した。 最終的には、韓国側主張に配慮し、慰安所の設置については、軍当局の要請により設営された、慰安婦の募集者については、軍の要請を受けた業者との表現を用いることで決着した。後者については、日本側が業者の還元、強圧による当本人の意思に反して集められた事例が数多く、ありとの表現を提示し、韓国側は、 事例が数多くありの部分の削除を要求した。これに対し日本側はすべてが意思に反していた事例であると認定することは困難であるとして拒否した。最終的には当時の朝鮮半島が日本の統治下にあったことを踏まえ、慰安婦の募集、移送、管理等の段階を通じてみた場合、いかなる経緯であったにせよ、全体として、 個人の意思に反して行われたことが多かったとの趣旨で還元、強圧によると、総じて本人たちの意思に反してという文言で調整された。報告書はまた、日本政府の調査によっても強制連行は確認できなかったことを指摘した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。